はい、では紹介していきたいと思います。今回はダイソーとセリアで購入したものを紹介します。まずはこちらの紙のお皿なんですけど、こんな感じです。これはね、ダイソーで買いました。仕切りプレートカジュアルラインです。4枚入りです。はい、こちらはね、もうちょっと種類あったんですけど、私はこの茶色のノーマルな感じのものを買いました。で、私はこちらを、動画のサムネなどを撮るときとか、あとはちょっとした小物入れとして使いたいなと思います。で、私結構ね、小物入れ欲しいなと思ったりとか、作品置いたりするの欲しいなって思ってたんですけど、結構ね、ガラス物とかちょっとプラスチック物だと私すごい飽き性なので、飽きてしまったときにちょっとね、捨てるのがあれなものとかだとちょっとね、大変なので、こういうかさばらない紙でできてるものをよく買ったりします。はい、すごいね、シンプルなので何でも使いやすそうだなと思いました。はい、では次はこちらです。こちらはダイソーで買ったんですけど、ちょっとね、反射しそうこれはすごいね、可愛いんですよね。箱になってるんですけど、窓付きデリボックスって書いてあります。で、こちらちょっと開けてみます。こんな感じになってます。すごい可愛いですね。で、こうなってんだ。なんか私も初めて開けたんですけど、使い方は、これが、わかった、これ2つ入ってますね。2個入りで組み立てるとこういう風になります。はい、で、これはなんかこれもちょっとね、動画の方で使おうかなと思っていて、今度ね、スクイーズ作るときにとか、 DIY をするときとかにこちらを使おうと思います。すごいね、箱になってて可愛くて、あとここが透けるようになっているので、とても可愛いなと思って買いました。続いてはこちらです。こちらはシールコレクションブックです。これはシールの手帳みたいな感じになってます。こちらは開けるとちょっとこんな感じで、シールが入るようになっています。でね、実は私こちらを買ったんですけど、これね、以前にもこちら買っていて、これ2つともダイソーなんですけど、多分これ旧型なんですけど、すごいこれね、使いやすくて、今これシール帳として使ってなくて、ちょっとね、書類系を入れたりとかするのに使ってるんですけど、こちらのね、こちらがもう一個欲しかったので、今度はね、シール帳として使うかなと思います。で、こちらのブルーがあったので、今回はブルーにしました。で、これのシールを結構たくさん買ってきました。じゃーん、こんな感じです。で、私最近ちょっとね、こういうシールとかもすごく好きで、集めたりしていまして、買ってみました。で、なんかね、私最近イラストとかを描くのがすごく好きなので、ちょっとね、買ったんですけど、多分ね、セリアとちょっとね、ダイソーがごっちゃになっちゃってるんですけど、多分これが、こちらがダイソーですね。この水玉と、あとはこのハートのシール、こういうのはね、結構いろんな色違いでもありました。あとはこういう感じのパールのシールです。こちらもすごく使いやすいので買いました。で、一応ね、つながってるんですけど、切ることができるので、一個ずつ単品でつけてもいいし、このつながったまんまつけてもすごく可愛いなと思って買いました。で、こっちのセリアで買ったシールは、こんな感じのリボンで、ちょっと見づらいんですけど、すごいキラキラしています。はい、このリボンのと、あとはこの、宝石ですね。宝石と、あとこちらも宝石です。なんか結構こういうなんかキラキラしてるのが結構私好きなので買いました。あとこれはね、前からもうずっとね、欲しかったんですけど、欲しくて やっと買えたこのシールです。この雲のね、シールになってて、すごいたくさん入ってるのですごくおすすめです。こちらのシールをこの手帳の方にちょっと入れてみたいと思います。はい、で、入れてみたらこんな感じです。ちょっと見づらいんですけど、私はこちらの台紙から外して入れたんですけど、台紙のね、まんまも入れられるんですけど、私はね、すぐこうやって取り出せるように台紙から外して入れてみました。こんな感じですね。
なんかちょっとね、この色味がどんな感じか分かんなくなるのかな、やっぱ台紙がないとっていう感じがしました。なんか出すと意外と色味がね、こうやって照らせば分かるのかもしれないんですけど、こんな感じです。まだね、1枚ずつで1袋ずつ入れてるんですけど、1ポッケずつ。多分ね、増えてきたら、この裏側にもね、入れるようになるのかなって感じがします。このトレッシングシールだけちょっとね、別にしようかなと思ってこのまま入れたんですけど、あとはこちらのパールのシールですね。こちらも台紙をちょっと抜いてみたんですけど、ちょっと見づらかったらね、台紙入れた方がいいのかな。まあちょっとそこはいろいろ考えてみたいと思います。はい、でこれをね、こういう風にやってこのように留めれるようになっています。でね、このね、絵柄があれだったらなんかちょっとデコレーションしたいなって思ってます。はい、これもね、すごく使いやすいのでおすすめです。次はじゃん、こちらです。久しぶりにね、ちょっとスクイーズを買ってみました。こちらダイソーで売ってたものなんですけど、化け物キーホルダーとなっています。でね、すごい可愛いなと思って買ってみました。でね、これはなんかね、うさぎ、これ多分うさぎだと思うんですけど、うさぎ以外にも他のクマとかもありました。はい、すごく可愛いなと思いました。はい、開けたらこんな感じでチェーンがついていて、こんな感じです。これもね、すごいいいの匂いがします。うん、こんな感じです。音はね、そんななんないんですけど、まあすぐ戻ってくるけど、すごく柔らかい低反発スポンジでできたスクイーズかなと思います。これはね、まあ普通に見た目が可愛いなと思ったのと、あとリメイクとかで使おうかなと思って買ってみました。可愛いですよね。はい、はい、では続いてはじゃん、こちらのノートです。はい、こちらのノートは私最近イラストをね、ちょっと描いたりとかしてるんですけど、すごい下手なんですけど、それのためにね、ちょっと紙が欲しくて、でなんかすごいでかい紙じゃなくてもよかったんですよね。そしたらなんかこの本じゃないや、スケッチブックみたいなのがあって、これを買ってみました。これはね、ただね、枚数が多いなと思って買って、でなんか普通の紙よりなんか厚めかなと思って買ったんですけど、なんかそんな厚くなくて結構ペラペラだったんで、そこがちょっと残念だなと思いました。はい、でもね、枚数がめちゃめちゃいっぱいついてるので、なんかちょっと使うのにすごくいいかなと思いました。はい、こちらは、ダイソーで買いました。でこっちはセリアで買ったんですけど、こっちはスケッチブックになっていて、こっちのね、紙は1枚が少し厚めになっていて、すごいなんか色移りしなそうだなと思ってこちらを買いました。これはね、ちょっと枚数が少なめになってるんですけど、30枚入りになっています。これからね、ちょっと今みんな夏休みだと思うんですけど、イラストなど描くときにいいかなと思って買ってみました。はい、続いてはこちらのマスキングテープです。今回はこの2種類を買ったんですけどね、マステがね、ほんといっぱいありすぎて迷ったんで、これにしました。なんかね、私が好きな色なんですよね、こういうちょっとくすんだピンクと、このちょっとくすんだ水色というか緑っぽいパープルっぽい、なんて言うんだろうっていう感じの色味です。これね、結構厚みもあったので、まあいいかなと思いました。なのでこちらもデコレーションなどで使っていこうかなと思います。はい、では続いてはじゃーん、こちらはね、セリアで買ったんですけど、今回ですね、私ね、ジェルネイルを前からちょっとやってたんですけど、ジェルネイルがすごく爪をね、痛めてしまって、しかも落とすのがね、すごく大変なので、ちょっと最近は普通のネイルに変えていて、でこれはセリアで売っていたので今回買ってみました。でこの2色はすごい可愛い色なんですけどね、ちょっと塗った感じだとちょっとね、分かりづらいんですけど、今日私が塗ってみたんですけど、こんな感じです。でちょっと分かりづらいので写真の方を貼っておきます。こんな感じでね、とってもちょっとなんかユニコーンっぽいね、色味と、
あともう一つこっちのミルキーの方はちょっとねジェルっぽくなんかジュレみたいな感じですね。あと私のね塗り方が下手なんですけど、なんかすごいラメが入ってて可愛かったです。なんかねこっちはで固まるのがね乾かすのがすごく時間かかったので、なんかその乾かしてる間がちょっとね大変かもしれない。ちょっと引っかいただけで結構むけちゃったんで、そこがねちょっとねあれかなって思ったんですけど、とっても可愛かったので買ってみました。夏休みとかにもねそんなにね目立たないのでおすすめかなと思います。はい、では最後にじゃん、こちらです。こちらはセリアで買いました。はい、こちらはコピックですね。私はコピックをちょっとね持ってるんですけど、あんまりちょっと使い方がわからなくてあれだったんですけど、すごくセリアのコピック使いやすいらしいのでちょっと今回は買ってみました。意外とねコピックってなんか使いたくてもなんかどうやって使ったらいいのかわかんなかったんですけど、100均でねこれ2色で100円、110円なので、とてもいいなって思ってちょっとね好きそうな色だけ買ってみたんですけど、こんな感じです。でね、こちらをちょっと今出してみたいと思います。この今回買ったこれをねちょっと使いたいと思います。はい、では出した感じがこんな感じです。なんかね意外とこの色は濃いかなと思いました。ここら辺の色はすごい好きですね。あとこのピンクも好きだし、筆の部分とあとこっちがこういう感じのビーっていう感じですね。こういうのなので、なんか筆がいい人はこれがいいと思うし、筆じゃない方がいいっていう人はダイソーとかに売ってるやつとかの方がいいのかなと思います。筆もすごい色塗りにはすごく描きやすいかなと思います。こんな感じでした。では今回は私の最近買った100均のダイソーとセリアの購入品の紹介でした。今回はねちょっと購入品という形になっちゃったんですけど、これからというかもう夏休みだと思うので、皆さんもよかったらいろいろハンドメイドの、道具というか、ちょっとでもね、参考になればなと思います。またいいなと思った商品が出てきたら買って、また紹介できたらなと思います。はい。では今日はこんな感じの動画で終わりたいと思います。夏休みだと思います。けど、皆さん熱中症などに気をつけて楽しい夏休みにしてください。では、また次の動画でお会いしましょう。では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。